風力鉄道に乗っては、斉藤洋による児童文学である。挿絵は、佐々木真希。出版元は、理論者。初版は、1990年である。主人公の坂井渡は、中学受験を控えた、小学生。塾の模擬テストを受けるつもりで、いつもの電車に乗ったつもりだったが、それは見慣れない普段とは全く違う列車だった。本来停車すべき駅を、 次々と通過していく列車に次第に不安を抱く渡る。そんな彼に同じ車両に乗り合わせた中年男性がこの列車は風力鉄道だと教えてくれる。日本の鉄道には存在し得ないはずの風力鉄道。それは日本ではないどこか不思議な世界を走る列車だった。主人公の渡るがいる世界は我々読者と同じ現実世界であると考えられる。作中では こっち側とあっち側という表現がなされているが、渡るの視点から見ると、風力鉄道の存在する世界があっち側ということになる。渡るは、四次元や異空間という表現で二つの異なる世界を解釈したが、あっち側の人間であるマイケル・フォックス・ブラザーはそれを否定しなかった。あっち側の世界では、内燃機関を発明した人物は存在したが、それは、 環境破壊につながるとして使用しないことが決定されたという。故に風力鉄道が存在しているわけである。あっち側の世界には哺乳類の風貌をした人物が多く見られる。マイケル・フォックス・ブラザーなどのいわゆる人間の姿をした人物も少ないながら存在する。また種族が異なる者同士でも婚姻が可能なようである。あっち側の地名はすべて こっち側の日本語を逆さまにした言葉である。また、こっち側の日本では普通に使用されているカタカナや漢字は使用されておらず、文字はひらがなだけとなっている。ありがとうございます。